高浜商工会女性部の会員が老人福祉施設を訪れ、日頃練習している演芸を披露しました。高浜町の特別養護老人ホーム敬愛の里を訪れたのは、高浜商工会女性部の会員10人です。会員たちは老人ホームのデイサービス利用者を前に、およそ10年前から取り組んでいる銭太鼓を披露しました。銭太鼓とは、中に小銭や小さな金属片を仕込んで音が鳴るようにした筒を民謡などに合わせて振り鳴らす出雲地方に伝わる芸能です。年寄りたちは馴染みのある曲に合わせ、巧みに銭太鼓を振る会員たちに手拍子を打ったりして見入っていました。会員たちは銭太鼓を日頃から練習していて、年に何回か福祉施設や敬老会などで披露しているということです。